なんでやねん。またかいな。まあさすがに、お礼で勝利はもらうわ。ということで、気取り直して、やっていきまーす。よし。まあじゃあ、巨人純正で、今回も勝っていこうかな。もう連打連打連打。めっちゃ切るな。思いっきりぶっ放す。優しいボールが、ソフトタッチ。うわ、今のホームランいけるかと思ったんや。これは見れる。怪しいとこはもうバンバンやってる。またかよ。いいから早くストライクゾーン入れてこい。これが7球目。オッケー。まず第1ヒット。ここでウォーカー思いっきりぶっ出す。うわ、今の打ってたからよかった。うわ、惜しい。ストライクゾーンだったのにな。いやー、今のボール球か。気づかなかったな。まあいいや。ボール球もヒットにする。オッケーオッケー。全然わかる、それ。うわぁ。まあ、しゃあないしゃあない。とりあえず打ちまくる。打てばいずれか点数取れるから。もうダメだな。このフォーク苦手かもしれない。思いっきり飛ばす。いや、いけるいける。これは。オッケー。うわ、マジかよ。センターフライかよ。どういう編成？近本さん C なんだけど。オギノマジで見た目より打ちにくいから。よし、ナイス。これは多分ストレートでも取れる。C ランク近本さんはマジで舐めてる。オッケー。ちょっと体調あんま良くないっすよね。いやいや、普通にここで勝つ。初心者なのかな。オッケー、流し打ち。岡本の流し打ち強い。ピッチャー変えるか。ゲレーロ。ああ、ゲレーロね。A ランクのゲレーロ。ああ、毒の発動しちゃったよ。いやー、打てねえ、ゲレーロの速球。163キロだからな。はい。あるしのせい。通信本当に打ちにくいわ。え、マジ今の、すっごい滞空時間が長かったからな。マジか。
どうしようかな。ピッチャー変えようかな。いや、このままでいいや。いけるいける。まあ、元ロッテ人生やってた人間からすると、正直まあ言い方は悪いけど、ダセえな。ロッテやるんだったらちゃんとロッテ人生をやってこいよ。マジできついから、ロッテ人生は。強いね。一回金がなんなん。オッケー。ツーシーム柔らかすぎて打ちにくいわ、飛ぶの絶対。うん、ダブルだ。ああ。あ、じゃあ8番か。中田翔か。ああ、全然いけるわ。うわ、マジかよ。フルヒッターが。まあいいや。いや、マジで打ちにくいわ、ゲレーロ。A ランクゲレーロ、ほとんど見ない。思い切りが大事。いや、でもまあ、見切れちゃうんだよな。一応。OK。これでとりあえず1点取った。テスラ打てるわ、結構。もうここで変えんの？え、でもこれ勝ち目ないと思うけどな。俺だったらステージアイにするけど。あー、つもり。それって意味あんのかな？あるか、全然。俺が打てないもんな。へぇ。なんで打線で、9番岡本だ。はい、もういいや。多分この人高梨打てないから。これで多分内側は打てないからこれ。で、これでボール球のスライダー。お、振らないか。オッケー、これゲッツ。ナイス。でかいでかい。中村悠平あんまわかんねえな。え、これバッター超えんの？ん？え、だったら中村悠平出さなくてよかったかね。意味がわからんな。終わるんだけどさ。なんかあんま納得いかない試合でした。自分の打率の悪さにも納得がいかないし、高梨に頼ってる自分も納得いかないし、ロッテ純正作んないこのクソダゴもムカつくし、なんなんでしょうね、マジ。ちょっとね、丸で、丸でしかほぼ打ってないって感じがするんですけど、まあこういう記録だったって感じで、終わりまーす。お疲れ様です。